ダイアナゴールデンプロポーションアワー2021全国大会。皆さんこんにちは、いよいよ2021ダイアナゴールデンプロポーションアワード全国大会がスタートします。そして今回11カ所撮影して回り、ご支持をいただいた皆様、そしてサロンで応援いただいた仲間、そしてチーフ、そしてご家族の皆様方、皆様の全力の応援があったからこそこのコンテストが開催できております。そして125サロン全部つながってます。全国つながって、今日の思いを感動にしてまいりたいと思います。ダイアナゴールデンプロポーションアワード2021全国大会スタートです。まずはじめに32回目を迎える年代別ゴールデンプロポーションコンテストから進めてまいります。こちらは初めてダイアナをスタートされた方を対象としたコンテストです。短期間に理想のプロポーションを手に入れた方々がご出場されます。20代の部から30代の部、40代の部、50代の部、60代以上の部と進みました後、7回目を迎える年代別 D スタイルコンテストへと移ってまいります。まずは20代の部の皆様の登場です。ダイアナと出会い、素敵なプロポーションと運命の人、2つの幸せを手にすることができました。ダイアナマジックでオデット姫へ大変身。もっと綺麗になって私のプリンスを見つけます。正しいお仕立てが大切ということを知りました。私の綺麗を応援してくれるダイアナ、ありがとう。ダイアナに巡り会えて世界が変わりました。チーフ、サロンのみんな、ありがとう。スラリビ客と彼からのプロポーズをゲット。スタイルのいいお嫁さんと言われたいです。たった3ヶ月でこの美ボディをゲットして、夢だったこのステージに立つことができました。結婚式が決まっているのに体型は変わらない私が、たった3ヶ月で史上最高の自分になれました。綺麗になるって最高。絶対グランプリを取ってみんなと喜び合いたいです。鏡に映る自分を見るたびに、こんなに幸せになれるなんて夢のようです。これからの私、輝く人生歩み続けます。母の紹介で始めたダイアナ、自信のあるボディに大変身。自分磨き続けます。学生時代のあだ名は肩幅ガンダム。ダイエットをしてもリバウンドの繰り返し。ダイアナに出会い、初めて自分に自信を持てるようになりました。体重マイナス8キロ、お腹と太ももマイナス20センチ、誇れるプロポーションを維持して進化し続けます。自慢のくびれも手に入れて、おしゃれもメイクも楽しい毎日。これからも私の人生輝き続けます。元気で健康な身体だけでなく、美しく夢を応援できる教員にパワーアップ。新しい私に生まれ変わりました。ダイアナを始めた私に後悔なし。メリハリボディを手に入れることができました。グランプリ目指して頑張ります。7ヶ月で体重マイナス30キロ、腰太マイナス34センチ。来年のこの日、私はチーフになっています。綺麗になる喜びを教えてくれたのは同級生。ウエストマイナス22センチ、太ももマイナス8センチ。サポートしてくれるチーフ、サロンのみんな、ありがとう。たった2ヶ月でウエストマイナス10センチなのに、バスト1カップアップ。今年チーフになる同級生の友達のために優勝目指します。さあ、というわけで以上20代の部19名の皆様でした。さあ、続いては30代の部の皆様の登場です。心も体も絶好調。今度は私からの美のバトン、受け取ってください。マイナス 13.5 キロのダイエットに成功し、ゴールデンプロポーションを手に入れました。ダイアナを伝え続けます。このスタイルに至るまでダイアナを続けて信じてきました。感謝の気持ちでいっぱいです。
これまで夢見ることしかできなかったプロポーションになることができました。自分史上今の私が一番好きです。2度の出産で増えた体重は16キロ。綺麗で若々しいままで居続けられるよう頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。トータルで下着を着用することの重要性、9品目の食事の大切さ、それらをダイアナに通って学んだ結果、あっという間に体重マイナス10キロ。綺麗になる楽しみを、輝ける機会を、素敵なサロンメンバーとの出会いを、本当にありがとう。ウエストマイナス20センチ、健康美人になれました。この感動を多くの人に伝えていきたいです。ダイアナを始めてからあっという間に体重マイナス15キロ、ウエストマイナス23センチのプラチナボディを実現。たった2ヶ月で太ももマイナス15センチ、全身 S サイズでゴールデンプロポーションの私、今が最高に綺麗です。念願のくびれ、バストアップができ、なりたい私になれました。たくさんの感謝とともにダイアナの輪広げます。ダイアナからもらった美しさと健康、利他主義の精神で仕事も元気100倍、ダイアナ大好き。ウエストマイナス7センチ、とっても嬉しいです。おばさん体型からメリハリゴールド、グランプリを取ってチーフを目指します。今ではウエスト夢の54センチ、みるみる変わっていくのが嬉しくって、おしゃれにもチャレンジ、自信が持てました。初めて1ヶ月で手に入れたこのメリハリボディ、まだまだ綺麗になる、未来の私と約束します。以上、30代の部15名の皆様でした。続いては40代の部の皆様の登場です。変化より合う下着を求めて始めたダイアナ、つけ心地はバッチリ。半信半疑の変化は驚きのウエストマイナス7センチ。私はダイアナで全てが変わりました。ポジティブになり、楽しく生活することができています。ダイアナは私にとって支えとなっています。プロポーションだけでなく姿勢も良くなりました。ダイアナありがとう。お道具のフル活用で心も体も絶好調。ダイアナありがとう。子役をしている娘の応援団として自分が輝き続けること、そしてサロン30周年のこの年にチーフにグランプリをプレゼントします。ピュアグランデのおかげでむくみもすっきり、自慢の美脚になりました。自分が一番驚いています。夢を叶えてくれたダイアナ、本当にありがとうございます。私は1ヶ月でゴールデンプロポーションゲット。夢はチーフになって子供5人、家族8人豊かな人生を歩みます。自分に自信が持てるようになり、目の前がパッと明るくなりました。ありがとうダイアナ。体型のコンプレックスから引っ込み思案だった私、今では心の奥底から人生を楽しめるようになりました。ウエストマイナス12センチ、太もも両足でマイナス14センチ、美ボディになれました。ダイアナと出会い、綺麗になるという夢が叶いました。1年前には思ってもみなかった私自身との出会い、最高の1年となりました。いかがですかこのプロポーション。体重マイナス36キロ減で見事ゴールデンプロポーションゲット。ハッピー人生の幕開けです。運動ゼロで体重マイナス13キロ、腰痛膝痛も改善し、身も心も軽くなりました。ダイアナ一番。猫背だった私が背筋をピンと伸ばして歩くようになり、身長が 1.2 センチも伸びました。ダイアナがこの世の中にある限り、どんな人も必ず綺麗になれます。ダイアナを始めて私の人生がもう一つ始まりました。まだまだ進化し続けます。皆さんキラキラワクワク始めましょう。始めて3ヶ月、私に厳しい娘がたくさん褒めてくれてとっても嬉しいです。ダイアナと出会い、目標を持つ大切さを知りました。
大きな自信となった私は、たくさんの女性を輝かせるチーフになります。お道具は使えば使うほど自分に自信が持てました。誰でも美しく輝けることを多くの方に伝えていきます。以上、40代の部18名の皆様でした。さあ、続いては50代の部の皆様の登場です。自分の人生の主役は自分、そう気づき努力して綺麗になれたのも嬉しいです。ウエストマイナス34センチでメリハリプラチナ、ダイアナ最高。毎日のルーティーンで体はどんどん変わっています。娘にも刺激を与え、一緒に素敵になります。脂肪肝と言われ20年、たった2ヶ月で正常値に。ダイアナってすごい。ずっと太い足がコンプレックスでした。そんな時ダイアナに出会い、たった2ヶ月で両太ももマイナス12センチ、太ももに隙間ができ、ズボンも擦れなくなりました。20キロのダイエットに成功し綺麗になった私、これからの人生チーフになって輝き続けます。ダイアナと出会えてプリンセスに大変身。さらに自分を磨きながら世界の皆様にダイアナを伝え続けます。ダイアナと出会い、プラチナボディを手に入れることができました。ダイアナとチーフに感謝の気持ちでいっぱいです。今年の夏は生まれて初めてノースリーブを着ることができました。ダイアナに出会えて心から感謝しています。夫も知らない私に大変身。チーフやサロンの皆さんの励ましで楽しくチャレンジすることができました。体重マイナス13キロ、ウエストマイナス20センチ、これからもダイアナで輝き続けます。毎日子供たちに囲まれて気持ちはいつも若いのですが、ダイアナで本物の若さを手に入れました。体重マイナス18キロ、ウエストマイナス20センチ、両太ももマイナス33センチに。この手に入れたプロポーションでこれからの人生楽しみます。ダイアナは私にとって最強の宝箱。これからは大好きなダイアナを世界のみんなに伝えていきます。チーフにもらった1枚のチラシでわずか1年で PH27.6 のプラチナボディをゲット。人生100年時代の今、残り50年も美しく生きる自信がつきました。健康的な体作りができたのは一生の宝物です。このことをたくさんの人たちに伝えていきます。ダイアナは理想のプロポーションになる方法を惜しみなく教えてくれます。ダイアナで輝き続けます。50代になり鏡を見るとまるで別人。でも3ヶ月でこんなに自信が持てるようになりました。もう最高です。ダイエットは明日からと諦めていた私が、体重マイナス25キロ、ダイアナで夢と希望があふれています。いつしか前向きで笑顔でいる自分を見つけました。人生を変えてくれたダイアナ、これからも第二の人生を明るく健康に楽しみます。以上、50代の部20名の皆様でした。続いては60代以上の部の皆様の登場です。希望あり微笑む明日。ウエストが13センチ減った今はゴールデンプロポーションになり、娘も一緒にサロンに通っています。友人の勧めでカウンセリングを体験、あっという間に体重マイナス19キロ、ダイアナ万歳。一見太っているように見られなかった私、そんな私がダイアナに出会って60歳でもこんなくびれができてびっくり。こんな私でも体が軽くなり、ウエスト発掘、気にしていた体脂肪も目標達成。可愛いおばあちゃん目指します。ありとあらゆるダイエットをしてきた私が
初めてこんなに綺麗になりました。この感謝と感動を胸に私チーフになります。この年齢でダイエットをしてたるんでいた背中脇腹がすっきりしたこと、ダイアナでは驚くことばかりです。太かった太ももは両足で20センチも細くなりました。これからもますます輝きます。輝いてるダイアナの心受け止めて。ありがとうございました。今身も心もすべてが輝いています。もっともっと輝いて美のバトンをつないでいきます。何をやっても痩せれなかった私、メリハリボディを生かす服が着れるようになりとても嬉しいです。ダイアナと出会い元気と綺麗を手に入れました。あっという間にゴールデンプロポーションと健康を手に入れました。ダイアナに感謝、ありがとうございました。以上60代以上の部13名の皆様でした。それではこれより第7回年代別 D スタイルコンテストに移ります。外見の美しさと内面の美しさを兼ね備え、しとやかで品格のある女性の美しくなる人生をダイアナでは D スタイルと呼んでいます。年代別 D スタイルコンテスト、こちらはダイアナをはじめて長期間理想体型をキープされた一般社団法人日本プロポーション協会が認定しているゴールデンプロポーションクラブの会員を対象としたコンテストです。20代の部から開始し、30代の部、40代の部、50代の部、60代以上の部と進めてまいります。それでは第7回年代別 D スタイルコンテスト、20代の部の皆様の登場です。週一のボディチェックで綺麗を継続中、キルエステ私が証明します。本当の美しさを追求できるダイアナで、ごまかし上手を卒業できました。下は大根、上はごぼうと言われてきた私でも、ダイアナに出会ってこんなに綺麗になりました。体重マイナス22キロ落とすことができ、プラチナボディを手に入れました。そしてこの体型を伝えてチーフを目指します。現在1歳になる子供がいますが、実はダイアナをスタートする前より今の方がスリムなんです。20代の部5名の皆様をご覧いただきました。続いては30代の部の皆様の登場です。なんとマイナス48キロ。みんなも成功したくない？ダイアナしかない。お肌の悩みもなくなり、すっぴん美人、全部ダイアナで手に入れました。代表して私がサロンをオープンします。私に夢を叶える人生と、もう一度チャンスをくれたダイアナ、ありがとう。ずっと諦めていた。でも250回のボディチェックでこのプラチナボディを手に入れることができました。プロポーションが変わるのは当たり前だって。ダイアナの商品は本物だから、常にみんなのハッピーを探してくれる、そんなハートの持てる人になりたいです。20代で始めたダイアナ、20代よりも30代になった今が一番綺麗です。これからもダイアナの人生楽しんでいきたいと思います。3回の出産を経験し、この体型が維持できていること、このような貴重な経験ができているのはダイアナのおかげです。もっと豊かな人生になるために目指すはグランプリです。4人を出産しても今が一番綺麗。大好きなダイアナは私の人生も変えてくれました。たくさんの人たちを輝かせるチーフになります。ダイアナと出会ってダイアジェンヌを着用してからは、毎日楽しく元気に幸せな日々を過ごしています。ダイアナと出会えて本当に良かった。以上30代の部9名の皆様でした。続いては40代の部の皆様の登場です。
ただただ細いだけだった私。そんな私に女性らしいメリハリボディを与えてくれたダイアナ。これからもサロンに通い、健康的な美しさを維持します。子育てが落ち着いた去年、念願のゴールデンプロポーションをゲット。おしゃれが楽しくなり、子供にも綺麗と褒められるのが一番嬉しいです。年を重ねても綺麗でいさせてくれるダイアナって本当にすごい。プロポーション作りのダイアナ、ありがとう。臆病だった私が全国大会に、そしてチーフのように憧れられる人になります。ダイアナは自分だけでなく周りの人の人生も変えてくれました。この感謝を胸に、今日がまた輝き続ける人生のスタートです。もう20年ずっとゴールデンプロポーションをキープできていることが私の自慢です。これからもずっとゴールデンプロポーション続けていきます。通う、測る、学ぶ、今日が最高のゴールデンプロポーションです。これからもチーフやメンバーの皆さんと共にダイアナ人生を謳歌します。原因不明で急死した夫、それを乗り越えられたのも本当にダイアナのおかげです。体と心をきれいにしてくれました。年齢を重ねるごとに最高のボディバランスを作り出せるのは、美と健康のオールインワンダイアナのパワー、美しさのダイアナミラクル。これからも輝く未来に巻き起こしていきます。これから先の人生もどんなに面白く美しく年を重ねていけるか、今からワクワクが止まりません。おばあちゃんになってもキラキラアグレッシブにいこう。5号のスーツを着れるようになった私は、なりたい私をとっても楽しんでいます。今度は美のバトンを渡します。以上、40代の部11名の皆様でした。続いては50代の部の皆様の登場です。436回のボディチェックとお道具をフル活用し、20年前の体型を維持しています。これからもチーフとともに素敵に年を重ねます。美しく楽しく過ごせてきたのは、優しく支えてくれているダイアナのおかげです。ボディチェック累計560回、39歳のゴールデンプロポーションを維持しています。自分自身に期待が持てるこのダイアナで、人生の本番をもっともっと前へ進み続けていきます。ボディチェックとチーフのアドバイス、そしてダイアナのお道具で15年間プロポーションをキープ。この体験と感動を多くの人々に伝え続けていきます。ダイアナサロンとかけまして、本当に美しい人と解きます。その心はどちらも仲間で綺麗、仲間で綺麗。ダイアナに出会ってたった3ヶ月でトップバスの位置は上がり、ウエストマイナス12センチ、太ももマイナス8センチ、メリハリボディをゲット。お顔はディアナーシュ、体はキルエステを身にまとい続けて、健康と笑顔を取り戻すことができました。以上、50代の部8名の皆様でした。続いては60代以上の部の皆様の登場です。40代でダイアナと出会い、ますます綺麗になり続けております。これからもダイアナと共に歩み続けてまいります。ダイアナのお道具たちで、あっという間にすっきりプラチナボディ、ダイアナと共に輝き続けます。80キロからのスタート、あれよあれよとこの体、それを維持して20年、ダイアナ命。チーフも諦めずに私を指導してくれ、今では PH28 にもなり、とっても嬉しいです。ダイアナ最高。日々美しく健康になっている自分を実感しております。今後もダイアナと共に美しく年を重ねていきたいと思っております。ドラえもん体型で病気のオンパレードだった私を変えてくれたのはダイアナでした。これからも大好きなダイアナを伝え続けます。
油断しがちなウエスト周りもわずか2週間でマイナス6センチ。年齢なんて関係ないでしょ。以上、60代以上の部7名の皆様でした。それではいよいよダイアナゴールデンプロポーションアワード2021全国大会審査結果の発表です。おめでとうございます。以上、家庭画報賞の表彰でございました。皆様おめでとうございます。以上、ゴールデンプロポーションコンテスト特別賞の表彰でございました。皆様おめでとうございます。以上、 D スタイルコンテスト特別賞の表彰でございました。以上、ゴールデンプロポーションコンテスト準優勝の表彰でございました。皆さん、おめでとうございます。ありがとうございます。以上、ゴールデンプロポーションコンテスト優勝の表彰でございました。以上、 D スタイルコンテスト優勝の表彰でございました。第32回年代別ゴールデンプロポーションコンテストグランプリは、いただきありがとうございます。コロナ禍の中、コンテストを開催していただき、ダイアナの皆様、本当にありがとうございます。正しい知識と結果が出るお道具で、生き生き健康でメリハリボディになりました。次なる夢があります。私の感動の体験、全国のサロンにリアルにお会いしたいです。結果を出すヒントを教えます。今日は本当にありがとうございました。体型が変わる中で描く夢が変わっていきましたが、マイナス40キロという目標はぶれませんでした。毎日やるべきこと、セルディア、ノエマ、バンテージ、今もずっとやり続けています。皆さんのおかげ、私こんな素晴らしい賞をいただきました。心から感謝いたします。本当にありがとうございました。第7回年代別 D スタイルコンテストグランプリは、取れると思ってなかったので、
すごく嬉しい。本当にありがとうございます。一度はチーフの経験をさせていただきまして、ダイアナから離れてしまった時期もあったんですが、自分がこのように美しいプロポーションになれたのもサロンのみんながいてくれたから、一人では絶対に出せなかった結果だと思っています。そしてまた再チャレンジをし、改めて今の自分でチーフになりたいと思います。ありがとうございます。自分のなりたいをとにかく、一緒に頑張ろうということで、ダイアナは、美しくなる人生、高なる人生を歩んでいく、もう本当にそのダイアナの通りをやり続けてきました。チーフにまでなっていただき、また体験と感動を伝え続けて、心と心を結ぶ友情と信頼が生まれたと思います。仲間の応援、そして仲間からの応援、すべてが整ってこのプロポーショングランプリです。1月から決勝大会が始まります。私は無理かなとか、いや私は恥ずかしいというふうに思われる方もたくさんいらっしゃいました。でも今日全国大会に出場された方、決勝大会に出場された方々のお声を聞いていただいて、出て後悔は誰もしてない。できるかできないかではなくって、やるかやらないかがダイアナです。ダイアナは一歩踏み出して自らの人生を切り開く、その応援をするのが私たちダイアナですので、どうかプロポーションコンテストもそうです、ディスタルコンテストもあります。一人でもたくさんの方にまず地区大会にエントリーいただいて、人生美しくなる人生丸の階段を歩み始めていただきたいなと思います。